生まれて初めてファイアーエムブレムシリーズを遊ぶアキミロです。はい、暗黒竜と光の剣続き遊んでいきます。今回はマップ7からです。お、やったー、城の中じゃなくて外だ。ここだったらね、砦があるんで回復できる。前回はレナのね、リライブの杖使いまくっちゃったんで、なんとか新しい杖補充できないかなーって考えてるんですけど、武器屋にないかなー。で、今回も出せるユニットは13ですね。だいたい使うユニット決まってきちゃってるなー。あんまりね、平均的に上げてても、多分そんなに得ない気がするんで、もうある程度ユニットをこの人使うって決めて徹底的に鍛えていきたいですね。レナもレベル上げたいんですけど、レナはダメージ食らわないといけないっていうのが上げにくいんですよね。ハーディンは新戦力としてめちゃめちゃ役立ってますからね。バーツは手斧しかなかったんだよな。鋼の斧とか買いたいですね。前回ダロスが結構頑張ってくれたんだよな。リカード、やっぱ盗賊一人は出しといた方がいい気がするんだよな。あとはバーツも鋼の斧を買うために出すか。どうだろう、牙だけど弓が打てるザガロもいないから出すか。これでいこう。7、レフカンディの罠、ハーマイン将軍、私はこんなやり方には賛成できません。なかなか可愛い女性騎士かな、これは。なんかいきなりね、賛同しかれてるから、こっちの仲間になってくれそうですね、この人。エコワル、マケドニアの騎士として正面から堂々と戦いたいのです。しかし王女よ、あなたのマケドニア軍はオレルアンで多くの兵を失ったのだ。あ、姫なんだ。体制を立て直すにはこの城で時間を稼ぐしかない。私は陛下のご命令でここに派遣された。ここはおとなしく従っていただきたい。それでもなおあなたが帝国に立てつくというなら、妹マリアの命は保証できないな。妹の命を人質に取ってるって、なんかこの人たちマケドニアの方々じゃないのかな。マケドニアを乗っ取ってる感じなのか。わかりました、ここはあなたにお任せします。しかしこんなやり方でアリティアの騎士団が倒せるとは思えない。あなたもいずれきっと後悔することでしょう。こんなやり方、どんなやり方だ。今回は何これ、ドラゴンみたいな乗ってるな。ドラゴンナイト、あ、これがさっきの王女様か。なんかマルスで会話したら仲間になってくれそうな気がしますね。ミネルバさんで、大将がハーマイン、このおじいちゃんっぽい人ですね。あとはペガサスナイトとかもいるじゃん。でも顔割りはん、エストとか、この子たちもなんだろう、仲間になるパターンかな。カチュアとか普通に顔終わりですもん。パオラ、ミネルバを説得したらまとめてみんな仲間になってくれるとかなのかな。なんか倒しちゃいけないんじゃないかな。なんかすげえ倒してはいけない気がする、さっきの面々は。こっちは普通の兵士でしょ、こっちも普通の兵士、ここには傭兵がいるな。グルニア兵、あー、門がある。アーチャー、意外にマップ狭いな、これ。これ以上右に行けません。下に南下するだけみたいです。よーし、やってやろうじゃないので、盗賊ジュリアンじゃないとそこの扉を開けられないと。まあ一旦じゃいけないからな。まずバーツで家に行きましょう。アスネル、ミネルバってのは本当はマケドニアの王女なんだ。だけど妹がドルーアに捕まってるから仕方なく戦ってるらしい。みんなは怖がってるけど、本当はとても綺麗で優しい人なんだって。
なんとか助けてやれないかな。これはやっぱりマルスで話すことできるんじゃないでしょうか。期待できます。ここってもしかしてなんかその人質がいるんじゃないですかね。だからもう閉じられてるとか。今ねこのアベルで手槍が届いたんで一発当てちゃいました。でもあそこって山に囲まれてるだけだから、シーダだったら普通に扉開けることなく侵入できちゃいますね。これ食らえー、シーダの攻撃スパッ、倒しきれない。でももう一丁、はいやー、終わりー。これでシーダレベルアップ。シーダがレベル5になりました。技1アップ、武器レベル1アップ、素早さ1アップ、運1アップ、最大 HP も1アップ、めっちゃ上がったな。おー、敵のターンすげー移動してくる。すごいな、ドラゴンナイト。わー、ペガサスナイトも来てる。あの子たち倒していいのか。なんかすげーいけない気がする。やっぱ早くミネルヴァマルスで近づいて離さないといけない気が。おお、すげえ接近してきた。これはマルスはミネルヴァの方に向けましょう。あー、傭兵がシーダについちゃった。かわしてくれーシーダ、かわせないか。反撃、わしゃー、必殺の時期すげえシーダなんてことするのよって怒りのカウンターが出ました。おっとー、さらにシーダに来るー。かわしたー、すげえ。こっちのターン、まずはここの扉を開けよう。持ち物、盗賊の鍵使う。扉が開いたー、これで侵入できる。オグマさーん、武器鋼の剣いくぜ。新調した武器で攻撃だー。それでも8かー、惜しいなー。もうちょっとで倒せそうなんだけど。オグマさんレベル4のままだからな。そう、ナイトキラー引き出したんですけど、オグマさんだと使えないな。アベル、あー、こいつ倒さないと進めないか。かといってシーダー下げないと次のターンなんかドラゴンナイトとペガサスナイトが一気に来てやられそうな気がする。怖い。ちょっと一旦下げよう。なんか敵からガンガン近づいてきてくれてるから無理せず後方で待ってようかな。そう、ここマルスね、鉄の剣しかなかったんでさっきのターン捨てました。鋼の剣を新調します。これでマルスもレイピアとアーマーキラー以外にも使える武器がゲットできました。でもオグマが今度心配だな。大丈夫かな。どうだろう、ジェイガンとか向かわせちゃってもいいものか。いや、わかんねえな、このミネルヴァこっちじゃなくてこっちか。マルスで説得できた場合に他の3キャラの女性が仲間になってくれるかどうか、そこがはっきりしてないから、もし仲間になんない場合はちょっとジェイガンとかも一緒に戦ってくんないと危険な気がする。バーツはバーツで鋼の斧を買いたいし、やっぱジェイガンとかはちょっとまだ前に進めるのやめておきましょう。ここら辺に待機させておきます。お、なんだ、イベント発生です。やはりこんな戦いは我慢できない、パオラなんちゃらって読み切る前に、あららら、下がってった。これはこのマップから撤退するわけではないのか。やっぱ人質を解放してあげればいいってことなのかな。あー、でも一体の顔出しは突っ込んできましたね。竜騎士だ、強そう。竜騎士だ、あぶねー、ザカロナイス回避。他のペガサスナイトも来てるな。
ら辺の敵を全て倒して人質解放だ。多分いるはず。マルス、ドラゴンナイトに鋼の剣で攻撃だ。行くぞ。ディア、効かねえ。打倒。マジか。おし、かしたかした。マルスの再攻撃、しかし効かない。ドラゴンの皮膚は硬いということですね。いやマジか。でも1も与えられないんだ、マルスをもってしても。すげえ強え。オグマちょっと詰まりに詰まってるな。倒さないと無理だな。いくぞ。叩っ切る。かわされた。もう一回。オッケー。オグマレベル上がんないかな。30、微妙に足りない。これで前に出れるな。19か。 HP 高えな。アベル微妙に食らってるな。テアリーでカウンター食らったからか。ジェイガー行くか。相手のペガサスナイトがどんぐらいの強さなんだ。鋼の剣、シーダを参考にするなら防御力はそこまで高くないはず。オッケー。9、竜騎士団の反撃。4、強え。しかも敵の再攻撃だ。ペガサスナイトやべえ、強え。10、これは遠距離から当てる必要がある。くらえ。オッケー、素晴らしい。遠距離が弱点だこいつ、ペガサスナイトは。一気に減った今。どうする。あ、ここまでしかいけないのか。く、傭兵アーマーナイトだったらそんな食らわないかな。やり、くらえ。つけ。10、威力素晴らしい。キン、弾く。私には効かん。で残り6。アベルいけるか。6、鋼の剣にするか。当ててくれ。えいや、ぶわー、やばい。くー、まあ1しか食らってないから大丈夫か。どうする。ここでペガサスナイトだ。柱があっても関係なし。2マスさえ離れてればOK。一撃つえー。ゴードンやるじゃん。6かー。多分6も与えらんねんだろうな。どうなんだろう、ジュリアン。鋼の剣、装備できんのかな。武器や、鋼の剣。オッケー。一応変えたな。バーツ、ちょっとこのターンは、テオノを投げておくか。フライン、当たんねー。ドラゴンナイトが本当に怖え。いやこいつ何なら効くんだ。鋼の剣、3、弱え。かわせ。よし、オッケー。バーディーナイス回避。しかも再攻撃きた。6のダメージ。でもなんか大きいダメージ与えらんないな。こいつも弓が弱点なんじゃないかな。とはいえまずは鋼の剣でさらに減らす。はい、頼む。くらえ。4のダメージいいね。かわせー。かわせねー。もう一丁。4のダメージいいよ。8の経験値。残り8。ザカロでとどめさせたいんだけどな。これじゃさせないな。いや、わかんない。
ペガサスナイトと同じく弱点だったら、来たー、倒した倒した、ナイスー。いやー、みんなダメージめっちゃ食らってるなー。砦がもっと欲しいよー。おー、ミネルヴァ撤退しようとしてるみたいですね。ってことはここに人質がいるわけじゃないのか。終わりたーい、終わりたーい、何もできん、カシム。そう、相変わらずね、この囲まれてるところの家の入り方が分かんないんだよな。てか入れるものかどうかさえも分かんないですけどね。こことか行ってみても待機になっちゃうよな。盗賊だったらなんか変わるのかな。どっちにしてもこいつは倒す必要があるからな。オグマやっちゃって、傭兵対決、俺の方が上だぜ。オッケー、傭兵の意地を見たか。そしてオグマさんレベルアップ、5レベです。武器レベル1アップ、素早さ1アップ、最大 HP も1アップです。どうだろうな、前も試したんだけどな、特に盗賊だからって家の中入れる入れないとかなかったはず。まあでも一応ジュリアン向けてみるか。あとの人たちはもう下に向けましょう。バーツは鋼の斧を買っておきます。はい、ジュリアンが家の前まで来れました。まあ何もできないと思いますけど一応止めてみます。やっぱないな、盗賊の鍵。しかし何も起こらなかった。やっぱこの家だけ謎なんだよな。乗っかれもしないし、なんか尋ねることもできないし。で、盗賊が近くまで来たな。アベルちょっと食らってるけど、まあ盗賊だったら食らわないか。よし行くぞアベル、鋼の剣だー。13いいよ、金、いやかわした、いや2位食らった。ジェイガンじゃないと防ぎきれないのか。どうしましょうかね。ゴードン届かないか。届くようだったらとどめさせてあげたかったけど、ザガロでいいか。ザガロ、ザガロー1レベルなんでね、とにかくちょっとでも経験値欲しい。ここだ、行くぞ鋼の弓、ザガローシュートー。倒しきれなかった。もう一発撃ってくれないか。しかもこれはあかんかったな。仕方ない、シーダだ、シーダー鉄の剣で十分でしょう。当てさえすれば。オッケーまたか、この当てさえすればフラグ。もう一丁、わざわざ命中率高い鉄の剣にしたのに外しやがる。しかし一応倒せはしましたね。シーダの経験ジャンプ。あ、扉の鍵を持っていた。扉の鍵があればこの扉開けられたってことなのかな。盗賊の鍵か扉の鍵ってことかな。あとはもう離れた敵しかいないですね。てかミネルヴァたちいなくなってんじゃん。さっき画面端まで行ってんのは見えたんですけどね。よし、ではあとはボスだけ、このハーマインさんだけ倒していきましょう。残るはハーマイン1人になりました。 HP31、 しかも持ってるのが銀の剣。さっきのデッキと同じく強いんだろうな。なんかアーマーキラー持ってるマルス以外にダメージあんま与えられないのが辛い。くらえー、あーやっぱりライフ2ゲージもありますね。いってー、マルスも2回食らったら終わりだぞこれ。くらえー、なんとか10に与えた。これは大きい。19。しかもな、こいつ同線距離攻撃食らわねえんだろうな。いや、ワンチャンやってみるか。ダメ元だ。2でもいい。うわー、ダメだ。キーンって弾かれた。
セオノとかもダメかな。2ぐらいなら入るんじゃないかな。セオノ上げてくれ。命中率低っ、やばいぐらい低いわ。手やりがあるか。手やり、あれ手やり間違えたか。こっちじゃない、こっちか。アベルか。手やりは、手やりいけん。2ぐらいでもいい。当たんねー。1、まあまあまあないよりはいいけど。いやマジ強えなこいつ。18も残ってるし。ジェイガンいけるか。ちょっとアーマーナイトはどうだ。やりってかいい加減アーマーナイトもなんか鋼の剣とか買った方がいいなこれ。くっそー、アーマーナイトをもってしてもダメージが与えられないだと。よーしよくかわした。ヒット率めっちゃ高かったのに。最攻撃まであんの、あっぶねー。今最攻撃2回も当たってたら負けてたってか、生き耐えてた。え、マジ強くねえかこいつ。銀の槍、うおー、スーパーヒヒン攻撃 5! わずか5しか与えられないの。ジェイガンも13食らったらもう危ない。てか相手の最攻撃来たら終わるなこれ。マジか、怖っ。ハーディン、ちょっと HP 回復させよう。どうしよう、マルス絶対来るよな。これは、あーやべえ。リライブしようにも、そこまで移動ができないだと。覚悟を決めましょう。くそ、ミネルヴァのやつめ、わしら裏切るよって。この上はお前を地獄の道連れにしてくれるわ。おー、やっぱマルスに来るよねー。かわせー、来たー、生き延びたー。あぶねーもう正直終わったと思いましたよーし、しかも最攻撃、いいよいいよマルス。いやー今回はね、正直もう、あ、これダメだ、あかん、ゲームオーバーだ、やり直しだわーとか思ったんですけど、マルスがかわしてくれた。生き延びたぜー。しかも敵残り4。初のゲームオーバー、ギリギリ避けることはできたけど、でもやつの反撃がやっぱ怖いからなー。万が一攻撃外した時のことを考えて、ワープじゃない、リライブ。はい、回復。マルスのアーマーキラーでいくか。とどめだー、くー、外すー。もう勘弁してくれー、決めてくれマルスー。最高撃当てろ。なんでだよー。さっき運よくかわした反動が来てるのかこれは。さっきかわしたから今度は君がかわされる番だよみたいな。他にダメージ与えられたのってもう銀の槍持ってる人だけなんじゃないか。ハーディン頼む、当ててくれ。ダメージ率低く、よし当てた、オッケー、倒しました。62の経験値。ハマイは銀の剣を持っていた。オッケーオッケー、あとはマルスを城の上に乗っければクリアですね。え、終わってない、何、急に援軍来たんですけど。あぶねー、ちょっと待って、これは新パターン、援軍が来るとは。大丈夫か、マルスに来た、うわ、やーべえ、マルスが終わる。ちょっと待ってー、くおー、10、最攻撃なくてよかった。やーべえ、カシムがかわせー、トップで耐えた。
最高撃なくてよかった。マジやぶで急に援軍来ないでくれよ。超ビビった。これは倒さなくてもいいのかな。でも経験値欲しいからな。ここまでやられたら黙ってらんねえな。借りは返すぜ。弓だ、くらえ。ほいやー、3か、よめー、合計6。カシムもいい加減、次の武器が欲しいな。まあちょっとこいつらはね、特に強い敵とかじゃなさそうなんで、ささっと全員片付けます。まあ、オグマさんで1体ぐらいね、倒すところは入れとこうかな。オグマさーん、買ってくれー。もう一丁頼むぜ、オグマさーん。キル、オッケー。経験値は32です。はい、騎馬隊は全て片付けたんで、マルスを城の上に乗っけてクリアです。マルス王子、今日はあなたにナムクート族の伝説をお話しましょう。はるか昔、彼らマムクートはドルーア地方に起こり、3つの部族に分かれて暮らしてました。神竜族、ナーガ、魔竜族、バジリスク、火竜族、サラマンダー。中でもナーガは最も強い力を持ち、人間界を征服しようとする他の部族を抑えていたのです。彼らはドラゴンとしての本性を龍石と呼ばれる石に封印して、普段は人間と変わらない、人間と争うことなしに平和に暮らしていたのですが、やがてどこからか地竜族メディウスが現れたのです。メディウスはその巨大な力を持って敵対するナーガを滅ぼし、ドルーア帝国を築きました。そしてやがて人間界に攻め込み、世界を征服してしまったのです。無論人間たちも戦いましたが、メディウスの力の前には何らなすべがなかったといいます。そんな時、アンリという若者がパルシオンという光り輝く剣を持ってメディウスに立ち向かいました。そして激しい戦いの後、見事メディウスを倒してしまったのです。そうです、ここからは王子もご存知のように、その若者がアリティアを建国したアンリ一世です。しかし、あの暗黒の時より100年、今再びドルーアにメディウスが蘇ったのです。マルス王子、あなたこそアンリの血を引くただ一人の選ばれし者。志半ばに倒れた父上コーネリアス王の意志を継ぐ者はもはやあなたしかいないのです。なんとマルスにはそんな運命があったんですね。もう父上もいないらしいので、マルスがやらなきゃ誰がやる状態なんですね。これは辛いけど頑張れマルス。はい、ということでね、ちょっと今回はちょっと頭がね、あ、終わったなって言って麻痺して諦めムードになってたんですけど、なんとか生き延びることができました。しかも生き延びた後ね、援軍来てやべ今度こそ終わったかと思ったんですけどね、それも無事倒せたんでよかったです。だんだんなんか難易度高くなってきたんで、そろそろ味方がねやられるだけじゃなくて、ゲームオーバーがね目の前に迫ってきたかもしれません。ゲームオーバーだったらね、そのステージ最初からまたやり直しでやっていきます。まあでもそうならないように今後も頑張っていきます。最後に良ければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ふう、本当に危なかった。マルスナイス回避。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。